これから4人の人がそれぞれブロックを連続して割っていくわけですね。一人一人割っていく方法が違うわけですけれども、まず最初は聖剣、拳で割る、うん、そして次が手刀、これは手刀か肘で割る、うん、鉛筆ですね、鉛筆肘 でそして次の次は手刀、こう平手で割る、それから、うん、それからあとは頭突き、頭で割る、頭初段のものは2段、2段のものは3段、それから茶帯は初段、そのまま明日審査なくしに組で出しにあげます。はい、よろしい。いや、無理しない方がいいぞ。あ、茶帯一回やってみ、誰ができるのか。茶帯でこれ割れたら段、明日は審査なくてもね、もう初段になるんです。はい、黒帯出てきてみ。黒帯、黒帯の連中全部逃げちゃうんだろうよ、自信がないもの。安定していないんだから、ふらふら知ってるんでしょ。拡大に倒しただけですからね、ブロックが。だからこれが割れる人はね、人間叩いたら即死だね。しょら、はい、はい、よろしい、はい、それ、うら、うら、うら、今までにこれをこういう具合に割る4人挑戦しましたけど、いずれも不成功で、ちょっとここを見てほしいんですけど、血がついてます。拳の思い切り当たって擦り切れた血がここにこんなについてます。よし、なるさいよ、止めてから、よし、そうだ、まあ、君は審査行っていいよ、もう5段間違いない。あと連絡やんなきゃいけない。切れてますね。わあ、あっちが出てきちゃった。両方、こっちも折れてる。口コミ。連続
もう一回、もう一回、もう一回。そういう精神を持つなよ、割れない。それが割れないとね、もう明日から飯は食えないと思え。そういうのができる。